言霊。お前さん、もしかしなくても迷ってるね。3の D はどっちだって？あたしに聞かれても困るってもんさ。だからおとなしく待ってりゃよかったのに。ちょっと散策するだけだからって言ってたのはどこの誰だっけね。あたしの力で何とかしてくれって。悪魔は万能じゃないのさ。モンちゃんだけが頼りだって。何甘えたこと言ってるんだ。その口は飾りかい。転入早々遅刻したくなかったらとっとと誰かを捕まえて聞くといい。昨日の放課後、この辺りで変な叫び声聞いてない？巫女の呪いって噂になってるんだけど。呪いってまあ、随分と物騒な単語だね。屋上に続く階段で規制を聞いたっていう情報があるんだ。ほら、屋上って呪いに関係している場所だし、何か知ってたら教えて。お願い。またデマかな。ありがとね。何だったんだい？しちまうよ。急ぎな。キャー！もう何やってんだい。廊下を走ったら危ないわよ。あら、あなたは。よかった、探してたのよ。予令が鳴っても来ないからどうしたのかと思って。私はあなたの担任の水木香織よ。水木香織。ありがとう。簡単にまとめてくれればいいわ。藤沢学園は広いものね。新入生もようやく慣れてきたぐらいだし。あ、といけない。教室に行きましょうか。
今日から新しく一緒に過ごす仲間が増えるわ。気になるのはわかるけれど、静かに。じゃあ、自己紹介をよろしくね。みんな、仲良くしてあげてね。知り合い？はい、さっき3階の階段のところで。それならちょうどいいわ。席は神楽さんの隣なのよ。クックック、なかなかに縁があるじゃないか。ごほん、じゃあ改めまして、私、神楽七海。みんなには名前で呼ばれてるから、七海って呼んで。よろしくね。神楽七海。そうだわ。神楽さんに校内案内をお願いしようかしら。学園は広いし、迷うのも無理はないものね。さっきのあれって迷ってたんだ。それなら言ってくれればよかったのに。神楽さん、放課後にお願いできる？わかりました。神楽七海にお任せあれ。神楽さん、よろしくね。はーい。何かあればいつでも相談に乗るから言ってね。さてと、みんな、そろそろ進路調査票を配るから、自分の進路について考えておいてね。それから、転入なんて珍しいね。親の転勤？家はどこ？へえ、学生寮なんだ。近くていいよね。寝坊すきには助かるね。それにしてもラッキーだったね、カオリンのクラスで。みんな水木先生のことをカオリンって呼んでるんだよ。準備はいい？よし、じゃあ早速学園案内に。あ、数学のプリント出すの忘れてた。ごめん、ちょっと待っててくれる？すぐ戻ってくるから。騒がしい子だね。あれ、花瓶割れてんじゃん。誰だよ、落としたやつ。うん、ナナミ、気をつけろよ。ごめんごめん、勢い余ってぶつかるのはたまにやっちゃうんだよね。今の話聞いたかい？いい機会だ。お前さんの力が鈍っていないか、私に見せてみな。
お前さんの能力は言霊。精神の狭間を作り出して対象者の心に干渉できるんだ。言霊をぶつけることで感情を高ぶらせて心を解放することができれば、相手は術にかかって真実を語るってわけさ。さっきナナミは勢い余ってよくぶつかると言っていたね。花瓶を割ったのもナナミなんじゃないのかい？ここは一つ試してみようじゃないか。待たせちゃってごめんね。え？さあ、行くとしようじゃないか。神楽七海、負けないよ。ここは精神の狭間、あんたが作り出した異次元空間の中さ。この空間で相手の心に干渉して心を満たしてやるのさ。右側に七海って子が立っているね。あれは実物じゃない、あんたが作り出したイメージさ。だからといって侮るんじゃないよ。現実の対象者の心の強さが反映されているからね。左側に丸い玉の形をしたパネルが見えるだろう。これが言霊さ。あんたの放つ言葉の力が形になったものさ。パネルを決定すると列の一番上へワープするんだ。縦か横に3個以上つなげることができればパネルが消えて言霊をぶつけることができるよ。じゃあ早速やってみようか。あっ、うまくできたね。じゃあ次に進むよ。列の一番上に注目だよ。ここだけパネルを決定してもワープはしないんだ。ワープさせても一番上だから意味がないからね。その代わりパネルを別の種類に取り替えることができるんだ。じゃあ早速やってみようか。これだけさ、簡単だろ。連鎖がつながるようにパネルをワープさせて相手を喜ばせてハッピーゲージを貯めていくんだ。それからお邪魔パネルは動かすことができないよ。パネルが消えるときに隣接しているとまとめて消すことができる。パネルをワープさせたり取り替えたりするとムーブの回数が一つ減るんだ。ゼロになるまでにハッピーゲージを満タンにして心を満たすことができれば成功ってわけさ。じゃあもう一回やってみようか。今のは相手の好きな属性だったみたいだね。パネルには5つの属性があるんだ。言葉が持つ力、言霊ってやつだね。5つのうちどれか1つ相手にとって好きな属性があるんだ。好きな属性のパネルの上には印が表示されるんだ。それからここチャレンジゲージが増えるんだ。ゲージがいっぱいになるとチャレンジの回数が増えるよ。チャレンジの回数を1つ消費することと引き換えにムーブの回数を増やすチャレンジをすることができるんだ。まずは4つあるアイコンの中からこれを選んでごらん。チャレンジ！よし、選んだね。次は相手の体の適当な場所で決定するんだ。じゃあここにアイコンを重ねて決定してみようか。
レンジに成功したみたいだね。ムーブの回数が回復したよ。喜んでいる声が聞こえただろ。その声がエネルギーとなってあんたに吸収されたんだ。4つあるアイコンはそれぞれに違いがあるんだ。チャレンジが成功しやすいアイコンは成功しても回復量が低いんだ。成功しにくいアイコンは成功すると回復量が多いんだよ。アイコンの違いを把握してどのアイコンを使うか決めるんだよ。そうそう、大事なことを忘れてたよ。チャレンジに失敗すると相手が怒る時があるんだ。怒るとあんたを邪魔する邪魔攻撃をしてくるから気をつけるんだよ。じゃあこの調子でもう一回やってみようか。お、連鎖が続いたじゃないか。パネルを多く消すと特殊パネルが発生するんだ。特殊パネルは決定するとムーブの回数が消費なしで発動するよ。さあやってごらん。ボン！爆弾を中心に上下左右のパネルが全部消えたね。爆弾は特殊パネル以外のパネルを消すことができるよ。連鎖をつなげてパネルを多く消せればムーブの回数が一定期間減らなくなるカウントロックや言霊をぶつけた時のゲージが大きく上がるパワー、特定の属性のパネルをランダムで1種類すべて消すルーレットも発生するよ。よし、私が教えるのはここまでだ。あとは自分の力でやってごらん。やるね。ゲージの段階が一つ進んだよ。いいかい、ゲージの段階を進めることを目標にするんだよ。段階が一つ進むとムーブの回数はある程度回復するんだ。それにしてもお前さんの勝手なイメージだから仕方ないけど、薄着になっていくとはね。作り出す空間は相変わらずだね。初めて見た時も思ったけど、もうちょっとまともな空間にはできないのかい？と言ってもこれでなぜかうまくいくんだから、悪魔の私が言うのもなんだけど理解しがたいね。音玉発動時に作られる異空間の中で起こることはあくまであんたのイメージだからって、あんたにかかると
心の解放がこういうイメージになるんだね。うん、そうだよ。私が落とした。で、あれ？なんだ、花瓶壊したの、ならみかよ。花瓶…あ、ごめんね。うん、次からは気をつけてよね。はーい。あんたが聞いたことに対して、ナナミが真実を話した。これで解決だ。どうやら感覚は鈍ってなかったみたいだね。よし、ちょっと遅くなっちゃったけど、行こっか。学院案内にレッツゴー。初日はおとなしく従っておく？賢明かもしれないね。じゃあ簡単に学園の説明をするね。藤沢学園は前理事長の藤沢さんが作った学園で、中学校と高校があるんだ。昔は特徴のないどこにでもある学校だったらしいんだけど、今の理事長に代わってから生徒の自主性を重んじるようになって、最近は人気を集めてるんだ。この学園って高校だけでもそれなりに広いんだよね。私も最初は迷っちゃったもん。まあこの辺りは土地だけはあるからね。学生寮に住まんだよね。いいなあ、遅刻の心配なさそうで。私いっつも駅からダッシュだよ。まずは食堂。お弁当の人と食堂の人は半々くらいかな。うちの学食は安くて美味しいんだよ。ななみちゃん、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。あら、見ない顔だね。今日からうちのクラスに転入してきたんだね。あら、まあこんな時期に珍しいわね。今度食べにいらっしゃい。おまけしてあげるよ。おばちゃん、私にもおまけして。転入生の特典さ。へえ、残念。ナナミ、また巫女の呪いか。違うよ、今日は転入生の学園案内です。ナナミって大丈夫か。転入生に変なこと教えんなよ。大丈夫だってば。あーっと、ごめんね。私結構顔覚えられてて。じゃあ次は、私だ。ちょっと待ってね。レポート忘れてるぞ。おっと、大丈夫か。ああ、カグラ、もしかしてまた何かやらかしたのか。九条くん、ごめん、急いでたから。
先輩、だから廊下は走らないようにといつも言っているんですが。あ、千夏ちゃん。少しは余裕を持った行動を心がけてください。はーい。どっちが先輩だかわからないな。もしかして君が噂の転入生か。3年 B 組の九条さつきだ。生徒会長をやっている。九条さつき。2年 C 組の八須賀千夏、生徒会役員です。役員に八須賀が2人いるので下の名前で呼んでもらえると助かります。八須賀千夏。ずいぶんとしっかりしてそうな子たちだね。九条くんはね、すっごく頭がいいんだよ。成績はいつも学年トップ。千夏ちゃんはしっかり者なんだよ。校則違反の子をビシッと注意するとこがかっこいいんだ。あーって話してる場合じゃなかった。九条くん、千夏ちゃん、話はまた今度ね。行こう。行ったそばから。転入したばかりで慣れないことも多いだろう。何かあればいつでも声をかけてくれ。ななみ、忘れてたってひどくないか。だからごめんってば。あれ、見ない顔だけど、そちらさんはもしかして入部希望。転入生。そういや噂してたっけ、ななみと同じクラスだったのか。てっきり新入部員でも連れてきたと思ったのにな。なんなら入部するか。冗談だよ。先生に校内案内を頼まれたんだ。それですっかり。そういうことね。了解で、ななみ、昨日の帰省騒ぎは。ただのカラスの鳴き声っていう話もあったけど、ミコトの呪いだと思うんだ。はいはい、何でもかんでもミコトの呪いって飛びつくなよ。仕方ないな。ごめんごめん。ま、私は面白いからいいんだけどさ、ほどほどにしとかないとまた変人扱いされるぞ。わかってるってな。あっと、悪い悪い、自己紹介もまだだったよな。私は朝霧若葉、3年 A 組、ここオカルト研究部、通称オカ研の部長だ。朝霧若葉。若葉って呼んでもらえるか。名字で呼ばれるとなんか調子が狂うんだよな。そういえば言ってなかったっけ、ここ、オカ研の部室なんだ。あの人体模型？さすが、お目が高い。これはね、肝臓くん、オカ研のマスコットなんだよ。なんと初代学園の七不思議の一つ、走る人体模型だったやつなんだよ。すごいでしょ。き
君も分かってくれないか。こんなに可愛いのに。ひどいよね、肝臓くん。部員は他にいるのかって？あたしとナナミの二人さ。ナナミ、肝臓くんはそれぐらいにしとけ。それより白狼の件聞きたいんだけど。はーい。白狼はね、今のところぼんやりした噂しかないよ。ま、そうだろうな。ん？あんたもしかして興味あるのか？今おかけんでは学園の七不思議を調査してるんだ。どれも噂レベルなんだけど、なかなか面白そうなのが揃ってるぜ。1、藤沢学園の校長先生。校長先生を見た生徒は誰もいない。見ることができたらいいことがあるらしい。校長先生を見たことないってありえないって思うでしょ。この学園の校長は中学校と高校の校長を兼務しているんだけど、これがね、本当に見た生徒がいないんだな。 2、H の図書館。学園の地下には秘密の通路があり、その先には図書館がある。たどり着けると素晴らしい H を得ることができるらしい。秘密の地下通路、なんだかワクワクするよね。3、巫女の呪い。屋上から飛び降りた巫女は学園を呪っており、目をつけられた人間は不幸に遭う。屋上のそばで怪我したり、変な声が聞こえたり、結構いろんな噂があるんだ。まだ噂レベルなんだけどね。ああ、巫女の呪いって七不思議の一つだったのか。4、さまよう紳士。夜校舎を金髪の紳士がさまよっていて、出会うとお茶会に誘われる。断ると異次元に連れ去られてしまうが、お茶会に参加すると全ての質問に答えてくれる。真夜中のお茶会、一体何が出てくるんだろうね。見たこともない食べ物が出てくるのかな。5、時計塔の天使。時計塔には天使がいて、出会うことができれば恋を叶えてくれる。天使と話した内容を他の人に話すと、天使の怒りを買って叶えられた恋は壊されてしまう。恋を壊すってなかなか強引な天使だよね。6、白狼。学園には白い狼が住んでいて、気まぐれに姿を現してはいなくなる。その白い毛並みに触れることができれば幸運が訪れるが、狼は触ろうとする者に襲いかかってくる。これが今私たちが調査してるやつさ。神出鬼没の白い狼。毛並みってふわふわなのかな、サラサラなのかな。7、未来を映す鏡。空き教室の大きな鏡に夕暮れの放課後自分の姿を映すと、未来の自分が映し出され10個の質問をしてくる。全て正直に答えれば輝く未来が約束されるが、一つでも嘘をつけば深い挫折を味わう。未来の自分ってどんなだろうって気になるよね。白狼に天使に紳士、オカルトというよりずいぶんファンタジー色が強いね。オカケンがこの7つの謎を解明しようってわけ。現状はまだ全然なんだけど、情報収集や発信に抜かりはないから。クワッカーで噂を集めたり、調査内容を発信したりしてるんだよ。君もクワッカー使ってるよね。
今日は大した情報上がってないみたいだな。お、転入生のことが噂になってるぜ。いいなあ、タブレット。部長のやつ最新のやつなんだよ。ふふん、画面は大きくて容量も大きいし、外部接続端子だって4つもついてるんだぜ。だからね、クワッカーでの情報集めは主に部長がやってるんだ。じゃ、今日のやつ更新しちゃうね。よろしく。規制騒ぎあり、巫女の呪いか。こんなところかな。真相は書かないのかって？真相はね、この下につけるんだよ。まずはインパクト第1。さ、どうする？よし、投稿完了。君も藤沢学園のことを知るならクワッカー見てみるといいと思うな。あ、そうだ、おすすめのユーザー教えてあげるね。学園に関係する内容を投稿してるユーザーを一通りチェックしてるんだよ。この辺りは部長が見つけ次第追加してくれるんだけど、グループ共有しちゃうね。藤沢学園と。時間があるときにでも見てみてよ。あれ、もうこんな時間か。さあ、どうする？付き合ってもらっちゃってごめんね。学園案内の続きはまた明日にしよっか。それでね、今日感じたんだけど、みんな転入生には優しかったじゃん。学園案内のついでに七不思議の情報も集めさせてくれないかな。ついででいいんで、お願い。私からも頼むよ。七海のやつが学園中をにぎやかに聞き込みしたおかげで、最近情報の集まりがいまいちでさ。面目ない。
ありがとう。助かる。また明日。バイバイ。七不思議が気になったらいつでも大歓迎だ。またな。学園の七不思議、気になるかい？興味ないふりしちゃってまあ。くくく、なかなか面白そうな子たちだったじゃないか。こりゃ、退屈しなさそうだね。と逃げてるだろうね。静かに学園生活を送りたいって。まあ前の学校では変なことに首を突っ込みすぎた結果いられなくなったんだから、おとなしくしておくっていうのは悪い選択じゃない。でもできるのかね。なんせあんたの欲は。まあいいさ、せいぜい頑張りな。言霊。神楽七海、負けないよ。
神楽七海。負けないよ。言霊。